こんにちは、編集者の武田俊です。演劇モデルの永井美塚です。この番組モーションギャラリークロッシングは日本最大級のクラウドファンディングサイトモーションギャラリー上のプロジェクトを紹介しながら、今まさに生まれている新しい文化的なトピックスをゲストとともに掘り下げていく番組です。番組の提供は東京九段下にある築90年以上の歴史的建築九段ハウスです。先週に引き続き今回も演劇がテーマなんですけれど、そうだな、永井さんが印象的だった、まあ自分が役者でもいいですし見た側でもいいんですけど、印象的だった演劇体験って何かあります？私あの何年か前に見に行ったお芝居で、あの庭劇団ペギノっていう劇団があるんですけど、そこのタコ入道忘却の儀っていうのがすごいいいタイトルだな、信じられないくらい面白くてへえ。なんかあの森下スタジオっていう、まあ、稽古場兼本番もできるみたいなスタジオでやってたんですけど、なんかこうお寺の中っていうセットが組まれてて、でもなんかこう舞台と客席のこう垣根が曖昧なんですよ。みんな同じお寺の中に、みんながこう同じこうなんかお寺の儀式を見てるみたいな、すっごい面白かったです。あ、面白いな。やっぱその客席と舞台の曖昧さとか、なんというか、観客自体がある種劇作品の中に入り込ませてしまう演出とか、それってやっぱ映画とかだとできない演劇ならではのね、そうですね、あの特徴ですよね。いや本当にすごかったな。僕はね、一個範疇遊泳っていう劇団の、あのドラマトゥルクまではいかないんですけど、その一緒にリサーチをしたり、劇曲のね編集をしたりっていうのをねしたことがあります。あ、そうなんですか。そう、ちょっと作る側の視点で舞台も見ることができて面白かったですね。範疇遊泳も面白いですよね。そう、結構今いろんな劇団がね、あの公演できないからなんとかオンラインであったり、YouTube にねビデオアップしたりなんていう工夫もされているとこ多いんで、そういうところからでも応援していきたいななんていうふうに思ってます。そうですね。ではでは本日も始めていきましょう。武田俊と永井美塚がお送りするモーションギャラリークロッシング。前回に引き続きゲストには株式会社プリコグの代表でパフォーミングアーツプロデューサーの中村茜さんをお招きします。番組のハッシュタグはシャープ MGCROSSING ハッシュタグ MG クロッシングです。ご意見ご感想などお待ちしております。ここからは今話題になりつつある文化的なトピックを深掘りしていくディープフォーカス。今回のトークテーマはこれからの演劇についてです。前回に引き続きお招きしているゲストは株式会社プリコグの代表でパフォーミングアーツプロデューサーの中村茜さんです。中村さん、引き続きよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ後編は永井さんから行ってみましょう。はい、先週のあの放送の中でもちょっとこういうお話になったかと思うんですけど、まあ徐々にこう劇場が再開しだしそうじゃないですか今。でもこういろんな制約があったりとかする中で、まあ今まで通りに稽古して上演するっていうことにはやっぱりまだならないのかなっていうふうに感じてるんですけど、逆にだからこそどんなものを作っていけるかなっていうワクワクも私はあったりして、中村さんはなんかこう逆手にとってじゃないですけど、こういう状況ならじゃあこうやってやってみようかなみたいなイメージとかってもう何か持ってたりするんですか？私も割とワクワクしてるんですけど、まだいろいろ手探りをしているところなんですよね。で、オンライン配信は、やっぱりすごく社会的に進んでいくので演劇に限らず、そういう需要を新たな演劇のフィールドとして考えていけるような、もうちょっとこうなんていうのかな、演劇版ゾゾタウンみたいなものを、なんかこうオンラインでできて体験をたくさん売れるとか、
なんかそこに行くと字幕がいろいろ選べて、いろんな演劇の世界のものが見れるとか、なんかアクセシビリティとか手話通訳さんがつくとか音声ガイドがつくとか、いろいろそういうアクセシビリティも上がるんじゃないかなっていうようなこととか、なんかその表現自体だけじゃなくって、アクセシブルにしていく体験として、期待してる部分も大きくて、なんか私自身も育児中なのですごく飲み会とか行けないんですけど、そうですよね、感激も限られちゃうし、でも最近いろいろできるようになったなとか、そういうワクワク感もあったりします。確かにやっぱ便利は便利ですもんね、こう、オンラインでいろいろできることって。なんか例えば映画だと、アメリカの映画公開されてほぼリアルタイムで日本の劇場でも見れたりなんてありますけど、演劇でそれってやっぱり難しいわけで、ただオンラインの何かね、環境をうまく使えば海外の公演を自宅から見るっていうことはまあ単純にできることにもなりますし、確かに変化って多分2つ大きく分けるとある気がしていて、個別の作品をどう見せるかっていう演出戯曲を作るところからの何か今回のオンライン環境に合わせた作り方、見せ方、演出の仕方っていうのが一つあるのと、もう一つが今中村さんがおっしゃったような何か演劇をオンライン上で豊かなものとするためのプラットフォーム作り、なんかそういう部分での2つのこう調整というか変化が求められてるような気もしましたね。しますよね。なんかやっぱ演劇って映画とかテレビとかの違いをやっぱり出していく必要はあると思ってて、そうじゃないとネットフリックスに勝てないじゃないですか。勝てないですよね。ね、確かに。なんかそういう意味ではなんか体験をうまくこう伝えていく、はい、この間も話したインタラクションとか、なんか参加さ、するとか、まあ、そういう体験を広く売っていくみたいなことができるとちょっと勝算があるのかなとか確かに思ったりしてますね。そうですね、なんかこう、まあ、あと世代を超えるっていうのもなかなかできなかったことで、割と演劇の顧客って劇団と一緒に年取っていく、俳優さんと一緒に年取っていく感じなので、すごくマーケットがちっちゃくて同じお客さんが何回もリピートする中で、こう成立している経済構造なんですけど、そこにオンラインによって例えば子ども世代との何かインタラクションがもっと加速するとか、なんかシニア世代とか、病院にいる人、学校にいる人、なんか地方にいる人とか、ちょっとこれまでなかった回路が生まれていくっていうのも楽しみにしているとこですね。それこそマーケットサイズ自体を拡張するぐらいの何かトライができたら一番いいですよね。こういう状況だからもう日常生活も仕事の仕方自体も変わるしかなくて、こうリモートワークの人たちも案外あれ会社っているんだっけ、何の意味があるんだっけみたいな問いを今感じてる方多いって聞くじゃないですか。なればじゃあ会社をもっと楽しいものにアップデートすればいいみたいな話も出てる中、こうだからこう家にいながら見れるから演劇じゃないっていうよりは、いろいろな見方を提供してマーケット自体を広げ、そして年代層も広くする、そんな風にポジティブに考えていけるといいのかなというふうに思いますね。演劇ってやっぱりその経済構造的にそんなにこう成立していないというか、ビジネスとしてあまり成立しえない経済構造を持っているんですよね。つまりあのチケット代だけで、あの稽古場、キャスト、スタッフ、劇場って抑えようとするとすごく無理が出ちゃう、もしくは数万円っていうチケットを売らなきゃいけないじゃないですか。はいはい。だからまあ助成金とかもあるけれども、なんかそもそもいつも危機みたいなところなるほどなるほどなるほど、なんか特別今の危機っていうことでもないのかもしれない。だからなんかその、まあ、これまでやってきたことと並行して新しい回路
とかやり方を見出せるチャンスというふうには捉えたいと思ってますね。一方でその短期的にはこの公演が中止になったりあるいは延期になったりっていうところで多くの人たちがダメージを被っているっていうのも現状としてあるなというふうに思ってるんですけれど、うん、その時に一番重要なのは、まあ、国であったり行政であったりあるいは文化団体における支援補助みたいなものが話題になってますよね、うんうん、そうですね、まあ、国の補助でいうと演劇だと文化庁が主になってくると思いますけど、震災の時に比べればだいぶ支援はフレキシブルになってるんですよね、うんうん、例えば震災の時はあの時に3月31日に公演を中止した団体、はい、もしくはそれ以降に中止した団体は補助を受けられることになっていても公演ができなかったら補助はなしっていう判断が下ったりしてたんですね。あ、なので本当にお先真っ暗でちょうどうちも公演してたので、うん、海外旅行海外ツアーかも行けないっていうような状況も生まれてたんですけど、今回は割と早めにオンラインの配信も対象になるとか、年度をまたいで3月までの助成対象だったものも4月以降でもに上演した場合は許可するとか、うん、まあ、そういった支援も出てきたっていうところはすごくこう改善を感じられています、うん、ね、なるほど、そういうフレキシブルな対応っていうのも実際生まれてるんですね。生まれてます。うんうん、で割と10年前に比べると専門家が文化政策を作る支援プログラムを作るところに入っていっていたりとか、あと、まあ、今回だと経産省と文化庁が、まあ、連携した支援みたいなのも生まれていて、そういう横断的なプランも目新しいなというふうには思っています。うん、一方でなんかすごい本質的な日本のこう戦略として文化芸術どう考えてるんだよっていうところは、うんうん、やっぱり他の国に比べると方針が見えない、うん、だから状況に左右されてその場対応で支援策を組む、しかも単年度支援を出していくから長期的な視野でこう戦略的に支援しているというふうには見えなかったりします、ね、なるほどなるほど。なんとそのあたりが少し気になっているのが、前編でもお話があった、例えばベルリンではしっかりと中村さんのね関わってらっしゃった公演でも補助が出たりっていうお話ありましたけど、ドイツの場合は特にこう文化芸術全体に対してすごく手厚い支援というか、アーティストたちを守るぞって国レベルで表明されているのも大きく報道されていました。日本ではやっぱりそのあたりがスピード感も質も少し違うなっていうふうには正直感じるところなんですけど、このあたりって一体どういう背景があるんでしょうね。やっぱ国家戦略としてドイツとかフランスは芸術文化を守っていく姿勢っていうのが社会制度としてもともと組み込まれてるんですよね。から、はい、フランスでもアンテルミトンとかベーシックインカムみたいなアーティストを支えていく仕組みがあって、失業保険もフリーランスのアーティストにも出ていくような制度がある中で、基礎的なそういう蓄積の中で今回の支援に関しても早急に文化芸術は守っていきますというような説明がメルケル首相から出てくるっていう背景もありますし、はい、一方で台湾とか韓国だとそのお隣の中国とか北朝鮮とかっていうような国同士の関係の中で自分たちのプレゼンスを上げていく、うん、文化を守っていくっていうことが重要なので、はい、その支援文化的な支援もよりこう力を入れている、うんうん、じゃあ日本は何を守るためにどんな未来を描くために文化政策とか支援をやってるんですか、うん、っていうところはやっぱり大きく疑問があります。
そうですよね。なんかこう産業として保護する、あるいは後者の国同士の関係というところで日本の場合はどうなのかちょっと僕には今パッとは分からないんですけど、例えばクールジャパン的なお話もずっとある中で、一つ日本の文化芸術をコンテンツビジネスとしてもっとアピールしていくなんていうこともね、もっと行われるといいのかなっていうふうに思うんですけどね。ビジネスっても言わないでほしいとかなるほどなるほど、うんうんうん、もう文化芸術っていうのは、うん、まあ、日本人のアイデンティティとか、まあ、地域に住んでる人だったら北海道のアイデンティティそのものだと思うんですよね、うんうん、だからもうビジネスとかその時の政治情勢に左右されるものじゃなく、はい、自分たちの誇りとしてちゃんと礎を築いていく、積み上げていくものというすごくこう本質的なところから文化芸術を捉え制作化していく必要があるんじゃないかと思うんですよね。なるほど。なんかそれはアーカイブしていくことにもつながりますし、経済的に今こういうブームがあるからこういう演劇作る人たちには助成を出すよ、うん、ではなく、うんうん、ずっと中長期的に毎年ある程度の額面をきっちりと払い続けるとか、うん、そういう施策の方が実効性があるってことですね、うん、そうですね。もう図書館のように芸術作品をきちんと後世に残していく、うんうん、まあ、美術館がある意味そういう役割ですけど、劇場とかもそういう役割を担っていくこととか、うん、そういう長期的な視点を持って運営していく人材の専門性、うん、それは官僚レベルから現場レベルまで、アーティストもそうですけど、専門性っていうものをいかに確保していくか維持していくか、っていうところはすごい戦略的にやるべきだと思うんですよね。一回こう休業と保障が切り離れちゃうと、そこでこう人材も専門性も切り離れちゃうので、はい、それはすごいもったいないことじゃないですか。何百年た遅れを取るかもしれない、うんうん、そういう危機感を持って文化芸術に携わっていきたい。なるほど。なんか攻めの守りみたいなのがねできると素敵なんだろうなって個人的には思うんですけど、結構複雑な話をぐーっと入ってしまいましたが、永井さんからも質問どうぞ。そうですね、中村さんがインタビューでおっしゃっていてすごい印象的だったのが、はい、そもそも演劇自体が持っている特性は消費活動ではなく大衆に議論を呼び起こすための社会的な機能だと思うっていう言葉がすごい印象的で、今ちょっとこれを音読したらなぜか Siri が起動したんですけどで、これを、読んだ時にそれこそさっき中村さんがおっしゃったビジネスって呼ばないでほしいっていうこともそうですし、やっぱり今の日本の演劇にせよ、映画だったりテレビドラマだったり、そのあらゆる作品たちっていうのはやっぱりかなりビジネス化されているというか、その海外の演劇っていうのは私あんまり詳しくないんですけど、その海外にもやっぱりそのビジネスっぽくなっているというか、こうそういう演劇とじゃない演劇みたいなのが両方存在してるのか、一概に海外といってもそれぞれ国とか都市によって状況違うんですよね、でそれまでの歴史とか社会的な風潮によっても割と国の支援が優勢な時と民間の支援とか、そういう経済活動みたいなのが重視されてるところがこう拮抗しながら動いてるようなところはあると思うんですけど、さっき言ってたように国の戦略としてきちんと位置づけているところは、やっぱり商業性よりも芸術性が重視されやすいのかなと、一方でどうあれ経済的側面は免れえないので、どんどん経済的な歯車の方が重視されてしまうような状況はありますよね、特にアメリカの演劇はそういう風潮にあったりとか、だってブロードウェイとか、あとロンドンのウエストエンドとか、そういう
商業路線っていうのはあるし、でもそういうものがなんか拮抗していったりとか、うんうんうん、競い合う状況ってすごく面白い衝突が生まれるタイミングだと思うんですよ、ね、はいはい、どちらがいいってものではなくて、はい、両方をきちんと運営されていく、そうですね、うんうん、なんかそういうことは目指したいですよね、うん、なんかこうそれこそ劇場によってなんだろう、うん、この劇場は割とこう商業的なお芝居をよく上演するし、ここはそうじゃなくて芸術的な演劇が多いみたいな、こうなんとなくの印象みたいなのってあるじゃないですか、うん、すごくビジネスの匂いがする場所とそうじゃない場所、うん、それがこうなんでしょうね、均等にっていうと言い過ぎかもしれないですけど、うん、お互いが存在し合っていけたらいいなって思うんですけど、うん、そうですよね、特にコロナで民間の劇場は特に打撃が大きいなんですよね、なんかそこをどう保障していくかっていうことを、うんうん、にも考えてほしいですよね、それ例えば発表性が強いから保障しないのかって言ったらそうじゃないはずだし、そうですね、うんうん、おっしゃる通り、なんかこう商業性の高い公演こそある種なんだ予算も高くなるわけで、じゃあ公演できなかった時のリスクも金額の総額で言ったらおそらく大きいですもんね、関わっている人の規模とか、うんうんうん、桁違いですよね、うん、今すごい中途半端な状況にあって、それも支援のあり方としてもそうだと思いますけど、こう経産省管轄とか文化庁管轄とかそういうちょっと縦割りの弊害みたいなものあると思うんですよね、うんうんうん、公共ホールじゃないですか、はい、公立の劇場、うん、はい、で、うんうん、じゃああそこはどういう戦略のもとに運営プランを立ててるのかっていうところも、うん、公共性って何なのってとこもすごく曖昧で、公共でやってるものなんだけど商業的なものもある、はい、じゃないですか、うん、だからその今民間のパルコさんとか文化村さんとかそういう劇場が、はい、まあ、商業演劇と言われてるジャンルがあって、うん、公共演劇、はい、国際的な活動をしているとかものは公共的な支援が受けやすいみたいなことがあると思うんですけど、うん、今公立の劇場がやっぱりすごく両方に今足を入れていて、うんうん、なるほどなるほど、の辺の戦略も気になりますよね。なるほど、うん、なんかお話の中でこう、まあ、今2つ商業性の高いもの、芸術性の高いもの作品としてですね、でも商業性が高いものが芸術性が高くないと言ってるわけではないんです、うん、ここはすごく大事なところなんですけど、はい、なんか二項対立しやすいですけど、お互いがこう重なってる領域ももちろんありますし、うんうん、その両方を目指していくことで面白い作品になっていく、豊かな作品になっていくっていうプロセスもあるとは思うんですね、うんうんうん、で今の議論の中でその、作品の商業性芸術性とは別にまた劇場の公共性と、うんうん、商業性、うん、なんかこの4つの中で複雑なこう座標の中で作品とかが入り混じってるんだなと思っていて、うんうん、じゃあ支援の対象をどうするかみたいな時にもそこの位置関係で非常に難しいわけじゃないですか。そうですね、うん、あとミニシアター単館系とかと同じように、うん、小劇場っていうジャンルもあって、はい、50人以下とか100人以下の客席の劇場ですね。で、うんうん、そういうところはやっぱアーティストが出てくる人材をすごく下支えしている存在なんですよね、うんうん、これもまた大事で、はい、そういうところは割と手弁当でやってたりすることも多いわけですよね、うん、そこも保証どうしていくか、うんうん、まあ、このタイミングだからこそ改めてのその演劇っていうものが持っているメディアとしての特殊性もですし、この商業と芸術性っていうものの二項対立ではないけどじんわりとこう何か領域が横断している感じも含めて、うん、これからの在り方をどういうふうにしていくのか、いい議論が生まれてくるといいですよね、うん、もうまさに渦中のお話なんで今日結論とか出るわけじゃないんですけどそういった状況を踏まえての新しいトライを個人的にも楽しみにしていきたいなというふうに思いました、はい、とお話をね、はい、まだまだ永遠に続けていきたいんですけれども、そろそろお時間になってきまして、
中村さんの方から何かメッセージがあれば最後に伺いたいと思います。ちょっとなんか違う話かもしれないんですけど、これがクリエイター向けのメディアだというところでお伝えしておきたいのが、はい、あのオンパムっていう舞台制作者のオープンネットワークっていうのをやってるんですね。で、それが震災の時にさっきお話しした支援の対象をもっとフレキシブルにできないかっていうようなその提言を出したりとか交渉をしていくために作った団体なんですけど、ここがすごく今インディペンデントなアーティストとか制作者とかスタッフとかのネットワークとして機能していて、地方も公共ホールもインディペンデントも劇団もみたいな、そこのネットワークを通じて勉強会をしてったりとか、今後の公演の再開のガイドラインとか注意事項をまとめたりとか、政府への提言を考えていく勉強会をやってたりするので、ぜひ参加していただきたいなと思ってます。なるほど。ではその情報なども何かこちらのね SNS を通じて発信できればと思います。はい、では本日は中村さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。さてここからはモーションギャラリーで現在挑戦中のプロジェクトの中から特に注目してほしいものを紹介するホットプロジェクト。永井さん今日はどんなのがありますかね。はい、今日紹介したいのはオンライン料理教室で浅草の飲食店の料理を作って浅草の食を体感する旅、浅草食旅を開催したいです。ほほう、はい、この浅草食旅っていうのがですね、浅草の魅力を料理教室という形で食の観点から体感し、通過するだけではない自分ごととしての旅をして浅草をもっと好きになってもらおうという始まったプロジェクトだそうで、浅草の飲食店の店主が料理教室の講師となり、料理のコツやそのお店の歴史などをオンラインで教えてくれるという。いいじゃないですか。そうだそうです。へー、このやっぱ自粛期間で己の料理の限界にこうぶつかった人たくさんいると思うね。僕結構もともとお料理好きなんですけど、はいはい、この自粛期間中でそれもね、うん、意外と凝り性なので、スパイスカレー、うん、スパイスでこう作ったりとか、おー、すごい、お魚さばいたりとかやってきてるんですけど、はい、痛感したのが、うん、己の料理のレパートリー数ですね。いや本当にちょっと呆然としますよね。また同じかみたいな。そう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 。でなんか質的な限界というよりはデータベース的限界を感じてて、うん、己の料理のそうそうそう浮かばないですよね、やっぱ新しい何か。中谷さんなんか最近作りました？私はもうでもあのクミンの塩、あ、最高なやつだ。あれで炒めるか、うんうん、ただ醤油で煮るかをもう往復してますよ、うんうん、クミンと醤油の反復横跳び。でもね、こういうちょっとなんていうのかな、いつもと違う料理を作ったりとか、専門的なお店に教わった味とか、はい、自宅で再現できたらね、それはすごい楽しいですよね。ねえ、そんなこのプロジェクトなんですけれども、はい、ゆいろ代表の岩瀬ゆりさんからリスナーの皆さんに向けてメッセージをいただきましたので紹介してみましょう。はい、江戸時代から人々を魅了し続けてきた浅草は年間1800万人ほどの観光客が訪れる観光地で、それを支えているのが旅の楽しみの一つ食です。しかし100年に一度の危機といわれる新型コロナウイルスの社会的状況により、インバウンドのお客様をはじめ観光客が急激に減少しました。特にこのインバウンドっていうのはでかいよね。そうですね、この危機を乗り越え後世に浅草の食をつないでいくため、観光地浅草のファンをまず近所から全国へ広げていこうとしています。料理教室は手段であって目的は浅草の食のファンを作ること。飲食店にとってお店の中の人をお客様に知ってもらうきっかけになり、お客様はより深く浅草の食や歴史を体感できます。飲食店とお客様双方の利益になるよう解決できればと思っています、
とのことです。だからうんうんよくわかった。単純にオンラインでお店の味を教えるよではなく、教えてくれたこのシェフのお人柄とか、実際にプロの手、プロの素材、プロの厨房じゃないと味わえないオリジナルの味、それを食べに行きたくなるようなためのツールとしてのオンライン料理教室ってことですね。なるほど、うんうん、いいですね。なんか作れるようになって終わりじゃないのが、なんか僕も結構レシピでプロのシェフの人とか有名店のレシピとかたまに見て真似したりするんですよ、はいはい、あのタイ名犬のふわふわのオムライスとか、うん、おぽくはなるの。でも技術も違うし設備も違うから、うん、そうですね、やっぱ遠く及ばないんですよね。ぽさはあるけど、うん、はいはいはい、ってなるとやっぱり本物食べてみようとか、はい、そういう動機に確かになるなと思って。なる。あーなんか人が作ったもん食べたいですね、うん、本当そうね、うん、なんかそういうね、新しいというか、まあ、お店に実際行く、そこでの歴史を知るっていうところのトリガーになる、はい、このオンライン料理教室を通じたプロジェクトということでした。岩瀬さんどうもありがとうございました。このプロジェクトはモーションギャラリーで6月25日までぜひチェックしてみてください。モーションギャラリークロッシングエンディングのお時間となりました。永井さん引き続きお話聞いてきましたけどどうでした？なんかすごい面白かったんですけど、もう話せて、うん、やっぱその商業的な演劇とその芸術的な演劇っていうのが、うんうんうん、対立してるわけじゃないし、そのお互いがこう必ずしもそれにしか特化してないわけじゃないっていうのを、うんうん、中村さんがきちんと言ってくれたのが、うん、なんかやっぱりさすがだなというか、分かる。どうしてもね、こう、うん、どっちかの側に立ちがちじゃないですか、こういう話って、うんうん、でもやっぱ演劇全体のことを考えるとそれじゃあなかなか難しいというか。そうなんですよね、うん、だからなんか支援のお話にしても、じゃあ芸術性が高いものだから支援しよう、うんうんうん、でもないし、そうですね、商業的なものだからお金作れるからいいでしょでもないし、うん、なんかそのあたりのバランス本当難しいんだけれども、中村さんおっしゃったように二個対立じゃなくて、はい、なんていうのかな、そこのせめぎ合いで面白い表現って生まれると思うの。そうですね、うんうん、なんか映画とかでもさ、やたらカルトっぽいちょっと低予算なんだけどめちゃめちゃ商業性目指した結果、うん、よくわかんないことになって、それがひいては芸術的であるみたいなこととかもありますね、あったりするから、はいはい、なんかねそのあたりのバランスっていうものをね考えてきて面白い気がしたんですよね。うんうんうん、またこうね、使う劇場だったり、まあその劇団の規模によって必要な保証だったりも全然違うと思うので、うんうん、その辺もこう丁寧に一つずつ考えていけたらいいなって思いますね。なんか結構ポジティブに捉えたいっていうお話も印象的で、うん、なんか演劇の演劇たる部分をアップデートするじゃないですけどね、はいはい、なんかそれを探る旅が始まったみたいに考えてもいいかもしれないし、確かに、うん、うん、ただお話聞きながらやっぱりこの劇場に行って知らない人たちがいっぱいいて、うん、はいはい、ちょっとピリピリした中で始まって、誰かが最初にくすりって笑い始めたから徐々に笑えるシーンで笑ってもいいんだっていう雰囲気がこう共有されていくとか、うん、なんかあの感覚をね味わいたくなってしまいましたね。なりますよね、うん、なんかこう集まっちゃダメならなんか集まってないふりしながらお客さんが見るとかっていうのが面白そうですけどね、うん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 、見てないふりしながらこうチラッチラッと見ていくみたいな、なんかそれも新しい鑑賞体験になりそうですね。皆さんもよかったらこういうのどうですかっていう意見なんかも送ってください。こういう演劇ありだと思いますね。はい、お待ちしてます。こういう機会なので新しいやり方をみんなで探っていきましょう。はい、番組のハッシュタグはシャープ MGCROSSING ハッシュタグ MG クロッシングです。ご意見ご感想お待ちしております。今回うまく読めましたね。はい、ここで毎回永井さんがつまずくっていうのを今後の楽しみにしていきましょう。やだ。では次回のゲストを教えてください。はい、次回は歌手声優役者のシシドルミさんをゲストにお迎えしてお話を伺っていきます。楽しみですね。うん、
ではモーションギャラリー、そして九段ハウスの提供でお届けしてきたモーションギャラリークロッシング、お相手は武田俊と永井美塚でした。また次回お会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。